新しく、入社したね新入女子社員の名前はまあもう言ってもいいかな、猫屋敷さんです猫屋敷さんです、うん、正直ねその採用理由がすごいね僕あのちょっと適当なんですけども、実はね自己 PR みたいなところに猫屋敷っていう名字になりたいですって書いてたんですよ。意味が分からないなりたいですってそうだから本名は猫屋敷なんやけども、猫屋敷っていう名字になりたいんや。私そうです、猫が好きってこと。いや、うん、猫好き、猫好きですね。猫は好きやから多分猫屋敷だから。で猫屋敷っていうその名字調べた結果5世帯ぐらいあるみたいで、もう日本でもとんでもなく珍しい名字なんですけども、その名字になりたいっていう自己 PR やってたんで、もう俺はその時にビビったわけよ。ビビるわな、そんな。でも自己 PR なのかなと思って、これって自己 PR 自慢にもならへんし、どこをアピールしていくのかなと思って、あこの子は絶対おもろいとやっぱ思ったわけ俺も。で、あもうこの子しかおらへんなってことで猫屋敷さんにしましたでまあ一応じゃあ挨拶かなんかしとく。はい、じゃあこれから、はい、お世話になります猫屋敷です。すごいないやすごいわ。やっぱ緊張する。緊張しますね。動画初登場やでこれだって。そうですね、まあ、動画って緊張するもんな普通は。だってまあ18歳やろ。はい、18歳やからな。すごいで18歳で高校に飛び込んでくれてるからな。なかなか、はい、ない経験ですね。やばいやばいな。うーさん、あの新入社員です猫屋敷です。これから、はい、お願いします。無視やで、フル無視やけどな。ちょっとうーさん挨拶したけどフル無視やな今。そうですね、ちょっとこれから進行を深めていければいいかな、うん、聞こえとんかも分からへんからな。無反応です。無反応やんな、うーさんなかなかフル無視やけどね。フル無視やけどね、そこ向かれたからね。こっち向いてもくれないんで。